Ladies and gentlemen, now we'd like to start the most exciting technology startup session, and we are proud to host five very interesting and pro promising companies for a battle on the title of most exciting technology startups. I hope you have already received a voting card, and please place your vote for favorite presentation by simply marking the company of your choice on the card. それでは早速、最もエクサイティングテクノロジースタートアップの座をかけて5社の皆様にプレゼンテーションを行っていただきましょう。So please everybody, welcome our presenter, Coresight! ご紹介をつかりましたコアサイトのトレーダーコンパスについてご紹介してまいりますコアサイトのトレーダーコンパスはオンライン金融トレーダーのためのガイドサービスですトレーダーコンパスのメッセージはトレーダーの活動と市場動向を詳細かつリアルタイムに分析して配信されますトレーダーとブローカーが相互に通信することにより ウィンウィンの状況を作り出します顧客の取引活動をモニタリングし情報を得ることができますリアルタイムに市場と連動して顧客と継続した対話を行うことが可能となります時期を逃さず正しい瞬間に個人向けにカスタマイズされたメッセージを効果的かつ継続的に配信いたしますトレーダー側は トレーディングにおける経験が向上しスキルが強化されますブローカー側はトレーディング量を増やし顧客障害価値を向上させることが可能ですそれでは実際に配信されておりますメッセージをご覧くださいこれはディスクマネジメントの際に配信されるメッセージの一例です次に 実際に配信されておりますパフォーマンス統計などのアカウント全般の情報例です。そしてこちらはライブアカウントの開設などのリテンションのメッセージです。そしてこれは大きな発表の前などに送られております市場情報のメッセージ例です。コアサイトには独自のルールデータベースがあります。 トレーディング事例とマーケットに関する独自のデータベースで FX およびバイナリーオプションを支えます各種取引プラットフォームと簡単に素早く統合することが可能です実績ある拡張性のあるテクノロジー金融市場における優れた経験バイナリーオプションサービス11言語のマルチ言語に対応 マーケットでのプレゼンスの向上、ユーザーフレンドリーな設計による先進的な製品です。セットアップ費用は不要です。月額は定額となっています。ただいま1ヶ月のトライアルが無料となっています。様々な分野のそして視点から、このように大きな反響をいただいています。そして現在、数多くのお客様にご使用いただいています。 効率的なマーケティングスピード、効果的なトレーダー相互作用、顧客価値の向上、ぜひ皆様もコアサイトのトレーダーコンパスの絶大なる効果をぜひご体感ください。最後までのご清聴ありがとうございました。<laughs> Thank you very much CoreSight Co によりますプレゼンテーションでしたありがとうございますさあそれでは早速2社目に移ってまいりましょう And now to our second presenter Please welcome LaGato <laughs> <laughs> ラガルトテクノロジーの岡島ですあの投票用紙では左下の欄になります今回紹介するのは TF Trader ーーという新しい製品です TF トレーダーというのはもうフルサービスの FX プラットフォームです。フルサービスっていうのがどういうことかといいますと、これを導入すればすぐに FX のホワイトラベル事業が始められるということです。だから機能としては、えー、もうメタトレーダーと完全に、えー、競合するという形になります。で、ね、今年の2月から、まあ、試験的な運用で、も 5社のホワイトラベルに実際に導入されていて、まあ、小規模ながらリアルマネーの取引がすでに始まっていますで、まあ、我々の考える、まあ、対局的な流れとしてメタトレーダーと Windows はかなり立場が似ていると思っていますどちらも過去には大きな勢力を持っていましたけれども、まあ、Windows の場合はや iPhone や Android に 徐々に押されて相対的に地位が低くなっているでこれと同じことがメタトレーダーにおいても起きていて、えー、しいろいろな新興勢力に徐々にその立場を譲っていく世代と交代の時が近づいているだろうと思いますでそれに対して TF トレーダーは <laughs>、えー、ホワイトラベル事業者をサポートするということに大きな力点を置いています おそらくこの会場の方の少なくない数の方は、小規模なホワイトラベル事業者であ,ったりあることだと思いますけれども、メタクオーツ社に直接要望を投げても、ほとんどまともに取り合ってもらえない。 とといいいう経験が多いと思いますそれに対して我々は、えー、事業者の細かいリクエストを拾い上げて、えー、アイデアはあるんだけれどもメタの上では実現できないと考えている人たち向けに、えー、積極的にアピールしていこうと思っています。で今ここにあの4つのキャラクターがあ,る <laughs> ありますけれどもここ,ここにあのいろんな名,名悪役を揃えているのは偶然ではなくて。 まあこの FX 事業っていうのは実態としては、まあ、みんな大ーピラには言いませんがカジノ業みたいなものなのでその悪役のイメージはどうしてもあるんですね。でもこういう立場を割り切って、えーまあ、自覚してエン,エンターテインメントとしてのカジノ業を提供するようなそういう意欲のある事業者に対して強くアピールしたいと思っています。でこのの製品の特徴ですけれどもまず <laughs> 我々は開発も販売も少数精鋭部隊でやっています。ですが、経験は長いので迅速にいろいろなオペレーションができるようになっています。ソフトウェアも自社開発で、外注は使っていないので、いろんなカスタマイズ要求に柔軟に応えることができます。もちろん費用も安くて、メタに比べれば大幅に低い金額をオファーできる見込みです。あまり時間がないので 機能は簡単に4つだけ説明します。でまあ、第1にチャートのグラフィックに結構自信があります。例えばそのボール、えー、ゴールデンクロスやボリンジャーバンドの、えー、到達のようなテクニカル指標上のポイントをこう色付きの雲のような形で表示したり、えー、自分のポジションをバッチと呼ぶ、えー、そのチャート上の、えー その四角い枠の中で表示してやってその中で損益を出してあげたりとかでこのバッジをドラッグドロップすることで指し値逆指し値の注文を出すということもできます。もう一つフォロー機能というのがありましてこれはツイッターのような感覚で他のトレーダーをフォローすることによって自分のものだけではなく他の人のポジションまでこの画面の上に出すことができます。さらに進めてコピートレードこれも今流行ですけれども そのフォロー相手のポジフォロー相手で行われたトレードを自分の口座でもコピーして行うという設定も簡単にできるようになっています。でもう一つ、えー、これは管理,者管理者というか事業者向けのサポートですけれども、えー、事業者の日常業務例えば口座の開設であるとかスプレッドの設定であるとか IB 報酬の管理であるとか 各種のレポートの出力といった機能もそのメタマネージャーを参考にしつつ一からデザインしたツールによって提供しております。で、もう一つあの目玉の機能がありましてえそのメタトレーダーの大きな特徴は EA が使えるっていうことなんですけれどもこのメタ用の EA を我々の クラウド上のサーバーにアップロードして直接実行するっていう機能を持っています。でこれによって既存の EA の資産を使いつつ、えー、メタトレーダーは使わないという運用が可能になります。で,でこのインタプリタはメタトレーダー側での公開されている情報だけを元に我々で開発したものなので、 100%の互換性があるとはまあ保証できないんですけれども、まあ、これは実際にバックテストなどでじ、えー、実用上、十分というチェックを行ってから実、えー、リアルの運用を始めるということなので、そのためのテクニカルサポートをわれわれで提供するということになります。でそのほかにもいろいろ周辺的な機能を行って,いて 申し訳ございません。5分が経過してしまったようです。ありがとうございます。ラガルト社によるプレゼンテーションちょっとお時間、5分間プレゼンテーション今終了してしまいました。申し訳ございません。ありがとうございます。Thank you very much, <laughs> ladies and gentlemen, la g a t <laughs> And now to our third presenter, ladies and gentlemen, please welcome Centillion. それでは、三社目を。 お迎えしたいと思いますセンティリオン社ですよろしくお願いいたします、えー、こんばんは、えー、セントリオンの営業を見ております石井と申します、えー、5分ですので手短に行きたいと思います、えー、とまずですねあの FX 協会いろいろこう取り巻いている環境がある中でですね、えー、約2000年の時から、えー 外国為替、証拠金取引が始まってからですね、まあ、10年以上経ちましたけれども当初200社ほどあった業者が60社ほどになりでサービスも、えー、通常の裁量取引からシステムトレードバイナリーオプションといろいろお客様にとってはです、ね、バリエーションのある環境にはなってきましたけれどもやっぱりあの。<laughs> 当局の規制等もあってですね、あの当事者保護の観点からですね、だいぶこう規制で難しい状況にはなってきていると思います。その中でですね、あの我々としては FX の業者さん、それから金融機関に対してですね、新たな提案をしたいと思い、今日ここにお邪魔した次第です。で名前がリモシス、まあ、どっかで聞いたことあるような名前かもしれないんですが、これからちょっと紹介させていただきたいと思います。 えまず一番上に FX が新しい道を行きますと書いてあります。ここに裁量取引ではない、またシストレでもない第三の取引システムということで提案させていただきたいと思います。名前はリモシス、これは勝手につけたものですので、これから変わる可能性もございますので、とりあえず今の段階ではリモシスということで覚えておいてください。内容はですね シストレのシグナルを、えー、個人投資家の端末 PC であったりスマホであったりタブレットに飛ばすというサービスになります簡単に言うとそういったサービスなんですけどもどういった目的かというとですね、えー、今皆さんのシストレを考えられてる会社もあると思うんですけどもシストレってやっぱりコストもかかりますしマネジメントに関してですね サポートも大変、また当然あの、継続するためにはそれなりの注力も必要、もちろん成功されているインバスさんみたいな会社もありますけれども、皆さんが必ずしも成功するとは限りません、でやっぱりシストレを、えー、検討するにあたって、その前段階のサービスがあってもいいんじゃないかということで、我々考えたものが、えー、リモシスになります。えー、安全志向本物志向向本物ってありますけれども 今まではシグナル配信のサービスというと、えー、皆さんが考えられているシグナル配信というとテクニカルのシグナルを何らかの形で携帯とかに飛ばすまたはお客様が設定したヒット通知みたいなものを飛ばすというのをイメージされると思うんですがこちらはちょっと違ったイメージですのでこれから説明させていただきます。えー、っと まずですねあの、国内では一番あの実績のあるですね EA プロバイダーのゴゴジャンさんが提供されるストラテジーを実際に使います。でこれを使った上でえで、ー、個人投資家にシグナルを飛ばすというサービスです。ですから、えー、今までのシストレですと、当然人気のあるストラテジーですと、えー、注文が集中してカバーに。 非常に負荷がかかるで、またはワイドなスプレッドになってしまうという問題がありましたけれども、あくまでもシグナルを飛ばして、その先は裁量取引、お客様の個人の意思で取引ができるものですので、カバーに対する負荷というのは大幅に軽減されるものと考えられます。と同時にですねあの シストレになるとやはりハードルが高いですけれどもまず簡単にシグナルだけ飛ばしてお客さんの反応を見たいという場合も含め、えー、事前にいろいろテストできる部分がございますのでマーケティングツールとしてもお使いいただけるような位置づけになりますとは言ってもですねやはり我々あの表面上は非常に簡単なツールではあっても裏では金融工学であったり難しいものを 簡単に見せるというのがポリシーの会社ですので、しっかりと裏は、えー、立てて付けをしておりま,す、はい、でまずですね、機能を説明させていただくと、えー、ランキング機能、これはのパフォーマンスによってです、ね、そのランキングを、えー、示してあげて、そこからお客様は選択するだけ。 でまたはの簡単ストラテジー検索機能、これはのウィザードに応える形で進んでいくとお客様の望みのストラテジーが選べるというものです。でもう一つが実は弊社の一番の推しのポートフォリオ機能で、その時々のパフォーマンスの高いストラテジーを選んで,です、ね、自動生成するというものが弊社の最大の売りでございます。モデルポートフォリオ自動生成機能といいまして まあ、あのストラテジーに関してです、ね、その相場局面を自動判別してそれに関して、えー、一番マッチしたストラテジーの組み合わせを自動的で生成しますでそれを例えばセット A または B とかいう名称で,です、ね、お客様にご案内することで、えー、できる限り安定したパフォーマンスを得ていただくというものがモデルポートフォリオ自動生成機能になりますでもう一つですね、うん さらにあのカスタムのエキスパート機能としてすみ <music> ませんご最初ありがとうございましたありがとうございます残念ながらお時間となってしまったようでございますありがとうございましたセンチリオン社の発表でしたありがとうございます <music> さあ皆様残すところ2社となってまいりましたそれではどんどん行きましょう4社目をお迎えしたいと思います Ladies and gentlemen, please welcome next t i m 皆様あのどうもはじめましてネクストップアジアの菅原と申しますえっ、ー、と日本の皆様にはほとんどまだあのお目にかかってない業者様の方が多いかと思うんですがあのシステム会社をしております、えー、私ですねあのまあえっ、ー、とまあ数年前に言われていたあのネオ FX のえっ、ー、とまあ先頭を切ってたような会社様、えー、3社ほどのえっ、ー、と サポートさせていただいてたシステム会社で COO をやらせていただいておりましたであの去年ですねあのちょうど独立をしまして、えー、と去年の3月ですねでちょっと人をなんとか増やしていきまして今あのな,なんとかあの90人、えー、とシステム開発の舞台を持っておりますで、まあ、90人の内訳なんですけれども あの90人のうちあの90%はエンジニアで、えー、抱えております、なんであので完全にエンジニアの,あの会社に、えー、なっているのかなというふうに思います。でじゃ何開発しているかっていう話なんですけれども、えー、とそもそもちょっとこのネクストップアジアなんていう、ちょっと題された名前をつけたんですけれども、あのこれは、まああの、次の,あのアジアのトップになりたいと。 あの、そういう思いがあってつけました。で、あの、その当時、あのネオ fx のあのサポートさせていただいた時には、あの一時的にはおそらくあの当社のシステムが提供させていただいたところが、日本であのナンバーワンになってた時期があるんじゃないかなと思います。で、あの次はあのアジアでナンバーワンを取りたいと思ってあの作っております。なので、ちょっと90名じゃ足りないので、あのこの場合にあの増やす予定であります。 でまあ、とはあのはったりをかまして見ているものの,あの一体何ができるんだっていうところがありますのでご紹介させていただきます、えー、と私たちが、えー、と今持っているプロダクトはあの上のようになります、えー、とソーシャルトレーディング、えー、ウェブトレーダーモバイルトレーダーアカウントマネジメントバイナリーオプションタブレットトレーダーそれから MT4 の, MT の、えー、とプラットフォームをあの セッティングして、あのカスタマイズできるようなえっ、ー、とチームも持っております。で、裏側のですね。あのディーリーデングとかができるリスクマネジメントシステムえっ、ー、とまあ,あのバックオフィスのインテグレーションする api であるとか、あの cm crm につ,つなぐあの api であるとか。 まあ、そういったところもすべてあのサポートさせていただいております。ですので、えー、とこちら、MT4 を入れていただいた上で、えで、ー、ソーシャルトレーディング等すべて入れていただければ、あの一通りありそのまま FX 業務を始められます。ちなみに、あのえー、と上のほうにスポンサーで出されてらっしゃる、えー、とレバレットさんがあの,のバイナリーオプションがなくなったパターンだと思っていただければと思います。 でソーシャルトレーディングですねソーーシャルトレーディングはどんな形になっても,もう皆さんあのよくご存知かと思うんですけれどもあのコピートレードができますとであの私たち基本的にはあの、えー、と日本であの、えー、と証券業務をやられてらっしゃる というのがですねあの私がいきなり日本に進出してもなかなかあの仕事は得られることはできないと思うんですが、まあ、海外であればあの先にあの調べておくことでですねあのいくらかお力になれるんではないかなと思いましてあの調べてまいりましたでまあそう考えた時にですねやはりあの今流行っているソーシャルトレーディングこれは入れていかなければならないとそしてあのこちらをですね機能を十分にした上でえっ、ー、と このソーシャルトレーディングというものはです、ね、あの目的がお客様にあの、まあえー、勝っていただくではないですけれどもあの上達していただくというです、ね、あのとても崇高なあの目的があると考えておりますのであのこれをです、ね、あの本当はあの日本も入れるべきだと思っておりますし危険あの規制の対象としては規制をしっかりとした上であで入れていくべきではないかなというふうふに思っています。 でえっと、それ以外ですね、バイナリーオプションですね、バイナリーオプションもですねあの、まあ、規制が入りましたけれども、それに対応した、まあ、廃炉だけではなく、ですねあの、まあえっと、ラダーのタイプのものに対しても対応があの完了しておりまますすいませんありがとうございました。 え思いのほかに5分間というのはあっという間に感じられる時間でございますが NEXTOP 社によりますプレゼンテーションでしたさあそれではいよいよえ5社目最後のプレゼンテーションを始めてまいりたいと思います皆様ご準備よろしいでしょうか hey, Ladies and gentlemen our f i r s t and last presenter please welcome traders education 皆様こんにちはまず初めに、フォレックス・マグネイツのマイケル・グリンバーグ氏にこのような素晴らしいエキスポを開催していただきましたことに御礼申し上げたいと思います。また、このような機会に皆様のような素晴らしい方々にお目に,お目にかかれることを心よ,り心より光栄に思っております。え私どもは FX 業界において、大変将来性のあるスタートアップ企業。 トレーダーズエデュケーションは FX 業界におけるオンライン教育の分野のリーダーです。教育とマーケティングを専門としておりますラン公演、えー、後ろにあのこのプレゼンをあのカチカチってしてくれてるんですけれど、ラン公演が設立いたしました。えー、さて、日本では、 学ぶことは生きることという言葉がございます。これは FX にも非常に当てはまることでございまして、きちんと教育を受けたトレーダーは、より良いトレードを行い、市場で生き残ることができるのです。では、私どもの製品の紹介をさせていただきたいと思います。 私どもの製品は3つのツールでお使いいただけます。まず一つはこちら、ウェブプラットフォーム。ブローカーのブランドの下、カスタマイズされたオンライン教育システムです。トレーダーのレベルに合わせた100以上のビデオレッスンがなんと25の言語で対応しております。もちろん、その中には日本語もございます。 トレーダーはブローカーのホームページからこの教育システムに入っていただくのですがそこで閲覧できるコンテンツと閲覧できないコンテンツがありましてその閲覧できないコンテンツにブロックがかかっているんですけれどそこを見ようと思ったらブローカーのサイトにトレーダーが登録することになりますこのようにしてトレーダーをブローカーのサイトに読み込むことができるのです 2つ目は、タブレット端末。あこちらごめんなさい。モモババイイルルが先に出てきます、ね、えモバイルスマホですえこちらはえブローカーのブランドのもと、トレーダーに提供する教育モバイルアプリです。これにより、トレーダーはいつでもどこでも学ぶことができます。そしてもう1つえ、タブレット端末。 こちらもブローカーのブランドのもとにカスタマイズ可能な FX トレーディングガイドをダウンロード版またはオンライン版で提供しておりますえ私どもの製品のブローカーにとっての利点ですがえまず CPL コストパーリードです次のページお願いします、えー、CPL CPL ですが、えー、着信トラフィックからのリードが増えるにつれ CPL は小さくなりますえ次コンバージョン率、えー、こちらは上がりますセールスプロセスがより短くより簡単になるのですそして3つ目、えー、取引ボリュームですトレーダーがより自信を持つようになり取引ボリュームが増えます このように CPL は小さくなり、コンバージョン率は上がり、ボリュームは増えることになります。次に製品の特徴をお話ししたいと思います。次のページお願いします。えカスタマイズさせていただくということができますえ。この私どもの教育ビデオ内にブローカーのプラットフォームを表示するなど、いかなるカスタマイズもさせていただきます。2つ目の特徴。 サポートメンテナンスアップデートです新しいレッスンやシステムのアップデートを随時行います3つ目セットアップ量はございませんこの教育システムのインテグレーションのお手伝いを無料でいたしますウェブタブレットスマホともすべて日本語版がございますそしてこれらを無料でお試しいただけます フォレックスマグネーツエキスポ参加者の皆様には特別オファーといたしましてオンライン教育システム1ヶ月無料トライアルをご提供させていただいておりますもちろんカスタマイズさせていただいたものでのトライアルとなります何かご質問がございましたら喜んでお答えさせていただきます 私どものブース11番入り口入って右奥右から2番目ですがデモンストレーションを行っておりますのでどうぞ皆さんお越しくださいませブースで皆様をお待ちしておりますご清聴ありがとうございましたありがとうございました,とごました Thank you very much to the education 見事5分間に入れていただきましたね